はようございます。本日は京都府の丹後半島にあります京丹後市に来ています。僕の地元です。京都府民ではあったんですけど、京都市ってかなり遠いんで、地元にいた時は京都人って感覚はあんまりなかったですね。どっちかっていうとまだ日本海側の方が仲間意識ありますね。まずはですね、琴平神社に向かいます。よし、到着です。こちらが正面入り口です。この神社なんですけど、日本で唯一駒犬ならぬ駒猫がいることで有名です。ここ猫好きの方にはかなりおすすめできますね。すごい。お、なんかめちゃめちゃたくさん亀がいますよ。すごい量だなこれ。あの辺とかすごい。しかもちゃんとこうどんな亀がいるのか解説までしてくれてますね。いやー、地元なんですけどここ全然覚えてないですわ。よし、じゃあそろそろコマネコを見に行きましょうか。僕の地元である丹後って丹後ちりめんっていう織物が名産なんですよ。で、この織物を作るにあたって蚕の天敵がネズミだったんですね。で、そのネズミを倒してくれるのが猫なので、猫を大事にしてると、そういうことみたいですね。お、目的のコマネコですね。日本で唯一コマネコ。あ、子連れなんですね。対になるのがこちらですね。こっちは子連れではないです。まあ話題になるのはどうしてもこちらのコマネコなんですけど、あの神社としてのメインはこちらになるので行ってきます。おお、こちらが琴平神社ですね。いや、立派ですね。ありがとうございました。こちらの神社ですね、まあ駐車場も無料ですし、このコマネコもいますし、で、あと歩いてて気持ちのいいところなんでおすすめです。次はですね、碇高原に向かいます。到着です。こちらが碇高原です。まあこんな感じで牧場になってまして、まあ、この海が見える牧場ってことで、まあ、割と珍しいんじゃないかなって思います。で、まあ、あの動物を見に行きたいところなんですが、その前にですね、ちょっとお腹が空いたんでこちらでランチにします。こちらがですね、イカリステーキハウスさんです。ちょっと奮発していいものを食べましょうか。ごちそうさまでした。すごいジューシーなハンバーグでしたね。あ、ちなみに
あの言っても中入ったらなんか安いメニューあるだろうと思ってたんですけど、あの全体的に結構高くて、あの一番安いのがあのハンバーグとエビフライのランチ1800円でした。本当に奮発しちゃいましたね。お、ミニチュアホースがいるみたいですね。これめちゃめちゃ近寄れるのがすごいですね。これみんなおとなしいな。すごい興味を示してくれたみたいですねこいつは。でもあんまり近寄らないようにしときましょう。あ、外に出てきてくれた。こいつはサービス精神旺盛ですね。僕がいるから多分出てきてくれたんだと思います。かわいいな。おお。次はウサギを見てみましょうか。おお、なんか来た。お、なんかみんな来た。あ、かわいいな。あ、牛がいますね。へえ。にしてもみんなおとなしいですね、なんか。ありがとうございました。ちなみにこちらは駐車場も無料ですし、入場料も無料です。よし、到着です。こちらが京ヶ岬です。やっぱりバイクで来る人がすごい多いですね。この先に京ヶ岬灯台っていうのがあるので、そちらを見に行きます。徒歩15分ぐらいですね。あ、結構な斜面ですね。まあでもまあまあ歩きやすいのは歩きやすいですね。お、到着ですね。いや、思ったよりも傾斜があってきつかったですね。こちらの京ヶ岬なんですけど、この展望所もいいんですけど、名物はどっちかっていうと京ヶ岬灯台の方なんですね。で、あの途中で分岐があったんでそっちに向かいます。よし、到着ですね。京ヶ岬灯台、海上保安庁になってますね。明治政府が、明治31年に設置したということですね。あのさっきの展望所よりもこっちの方が低いんですけど、こっちの方がよく見えますね。あの山登りが好きな人はいいんですけど、あのこの京ヶ岬来たら別にこの灯台だけでもいいかもしれませんね。展望所行かずに。ありがとうございました。次はですね、このすぐ近くの米軍基地を見に行きます。皆さんってあの京丹後市に米軍基地があるのご存知ですかね。何年前だったかなにできて、あのすごい田舎なのに急にあのがたいのいいアメリカ人がこの町に増えるっていう不思議な現象が起きました。まあでもあんまり近くで撮影してスパイを疑われたら困るので、まあ遠くからちょっと撮影するぐらいにしときます。この右側の建物が、米軍基地ですね。まあ、この日本の航空自衛隊も建物としてあるので、まあ、ちょっとどっちがどっちのかっていうのは分かんないんですけど。で、米軍基地といっても、レーダーの基地みたいで、あれが X バンドレーダーって言って、なんかミサイルかなんかを、察知するそういう機器みたいですね。あの調べ直したんですけど、あの X バンドレーダーってあの山の上にあるゴルフボール状のやつですね、おそらく。ありがとうございました。次はですね、屏風岩を見に行きます。